富士通陸上競技部は23日、男子400メートルで16年リオデジャネイロオリンピック五輪から2大会連続出場のオルシュ・ジュリアン27が今月末で引退し、今後は競輪の道へ進むことを発表した。同社を通じ、競技生活を通じて多くの経験と貴重な学びを得ることができました。特にチチ。ーームメイトやコーチ スタッフの皆様の温かいサポートが私を支え、成長させてくれました。これからの人生においても、この経験を生かし、新たな挑戦となる競輪選手を目指して邁進していく所存です。などとコメントした。ウォルシュは日本選手権400メートルで3度優勝のロングスプリンター。19年世界選手権からは2大会連続で準決勝に進出し、 22年世界選手権1600メートルリレーでは3走として過去最高の4位に貢献した。